どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、トーマインデックス使っていこうと思います。はい。このキャラですね、なんと、電撃文庫バッジがもらえるということで、まあ、アンジェリーナ編成とか使う人はね、必ずゲットしてほしいね、バッジゲット用のキャラなんですが、キャラもめちゃめちゃ強いです。まず、3色攻撃6個にガトブレで、3倍かける、あ、でも 2.5 倍の、2.5 倍の6乗かける、3倍。さらに、5色攻撃が2つありますので、超学生でね、25倍で、18,310 倍の火力で殴っていけます。さらにスキルが25ターンで4ターンヘイストスキル進化。その後、1ターン遅延、1ターンの間回避力が2倍、6ターンダメージ軽減が6ターンで使えます。なんで、軽減ループに加えて、1ターン遅延と回復2倍を合わせることができるんですね。しかもリーダースキルも76マスリーダー持って76リーダーチェンジで対応してて、何よりね、この軽減ループ遅延っていうのがめちゃめちゃ貴重で、敵の行動を止めながら軽減ループしていけるので、すごい優秀な軽減ループキャラの中でも最強クラスのキャラになってます。多色運用が必須になってますので、今日はね、新戦場多色で破壊していこうと思います。はい。編成こんな感じです。はい。ゴリゴリ多色編成、トーマ3体編成です。リーダートーマインデックス、5色攻撃無効感遅延2つに、こちら、闇ラビリル武器継承です。からのこちら、トーマ進化後です。ガドベレスキブ潜在、カミキラー潜在に、こちら、ロケットグルートでリーダーチェンジで76運用で使っていきます。HP2.3 倍半減に回復4倍あって、攻撃38倍固定1000万持ってくれてます。で、まあね、シールド破壊に76マス拡張あるというね、すごい優秀なキャラになっております。ワルリンです。熟成に無効感潜在に遅延2つで、こちら、パイモン武器継承でチーム HP ドロキを持ってあげてます。からのこちら、アムリネアです。遅延2つ体力赤マキラー潜在つけてあげて、こちら武器が光武器継承って感じになっております。からのこちら、ラックスクラエターナルです。全パラ強化アシスト無効回復遅延2つに。さあ1階層からやっていきましょう。まずはトーマ変身してあげて辛く使えます。トーマインデックス打ってあげて4ターンヘイスト進化でからのリダチェンしていきます。アムリネア使ってあげてパイモン使いましょう。で1コンボ組んでいきます。そしたらアムリネア使ってあげてラクス使いましょう。で変身トーマ使ってあげてドロリプでヒトキの全体入れながら削っていきます。これでヒトキの全体攻撃入れながら12コンボです。13。さあこれでまずは一発削りからのトーマインデックス使ってあげて、ヒトキの全体入れなくていいんで平積みで倒していきましょう。はい、こんな感じで適当に平積みしてあげて12コンボです。さあこれでトーマのダブル吸収利用しながら2パンしていきます。突破です。おお、危な。さあ続きまして2階層です。今の6色入ってなかったね、怖っ。下の方はアムリネアからのトーマ使ってあげて殴っていきましょう。シールド割ります。これでシールド割りながら殴っていきましょう。ダメ、あ、まあまあ、まあまあシールド割れるでしょ。言うて必死にパズル組んで最後1手ミスと、でも余裕でシールド割れますね。オッケーオッケー、こんな感じで殴っていきましょう。で、サノーに関しても平積みで殴っていきます。いっぱい組む系の多色リーダーなんで、毎回全力でね、組んでいく必要はあります。常に毎ターン全力パズルって感じですね。しょ。これで、平積み含みながら殴っていきます。19コンボ、15コンボです。はい。15コンボ組んであげて、平積みで削っていきましょう。こんな感じで、ひたすら殴っていきます。ナイス。ずっとね、削っていきましょう。あれ、なんか間違った俺、トーマインデックス使ってね。なんか謎に使ってる。やべ、俺、スキル間違えて使ってるわ。まあいいや。ちょ、一旦じゃあトーマインデックスここで溜め直します。3色消して耐久しましょう。カット。オッケー。で、ここもシールド割った後、平積み全力殴りで、ぶん殴っていきます。はい、もうこれでね、上限固定あっても倒していけるんで、やっぱガドブレが強いんでね、ガドブレで突破していきましょう。さあ、続きまして、3階層です。3階層は初手、トーマインデックス使えるようにしてあげてください。必ずトーマインデックス使えます。トーマインデックスからのラクスで4ターン耐久してから、トーマ使って
倒していきます。はい、4ターンだけ耐久してください。カット。4ターン耐久終わったらトーマとラックス使ってあげて半分まで削っていきます。でこれで平積みして殴っていきましょう。15コンボ踏んでいきます。17コンボです。はい、これでまずは一発半分まで削ってあげて、でからのラックス使って倒していきます。はい、このまま2パンしていきましょう。トーマのねダブル吸収ちゃんと利用してあげて17コンボです。であと回復力も高いですね。やっぱトーマ回復4倍あるんで、平積みでもこんだけ回復できるならまあ十分回復高いね。で倒してあげて4階層です。4階層は左だけしてあげて L 字にセット組んでいきます。おてかここさ来た究極のこのね、あトーマインデックス使ってあげると支援発動できるんでめちゃくちゃ便利で、アシスト無効回復しつつ殴っていきます。水と光ねいきます。アメリネア使ってあげて左だけで殴っていきましょう。これめっちゃ便利、やっぱこういう風に遅延刺さるのめっちゃ便利なんですよね。これこの後も結構刺さるんですけど、こういういろんな状況において遅延が刺さるのはめちゃめちゃでかい。で結局その遅延によって敵のねうざい行動とかをね無視できたりするので、まあこういうのもね初手ね例えばこんな感じで殴っていけますのでめちゃくちゃ便利ですね。でトーマがあと3ターンなんで、これ縄り次第トーマ使って倒していきます。さっきの階層トーマ使って倒してるので、ちょっとここで耐久しましょう。地道に耐久していきます。よいしょ。でしかもさ3色でさ殴っていけるからさ、あの耐久の時の事故が少ないのもいいところだよね、マジで。待って、強すぎてワンパンしちゃった。はい、トーマ使って倒していきましょう。さあ5階層です。5階層は究極のトーマ打ってあげて76拡張していきます。はい、でこれめっちゃトーマ偉くて、この進化後トーマね76拡張かつ敵の属性を水に変えてくれるんで、こんな感じで変えてあげてから木の全体含んで倒していきます。これマジ便利です。これで木の全体含みながらしっかり6色含んであげて、トーマのね敵属性をね水に変えてくれてるスキルのおかげでこんな感じで一撃で削っていけます。はい、めっちゃいい削りじゃない。でからのまた殴っていきましょう。アメリネア使います。アメリネア使って上限解放してあげて殴っていきましょう。でここも木の全体含みながら平積み組んでいきます。16コンボです。さあ木の全体攻撃含んで破壊していきましょう。17コンボ組んで倒していきます。突破です。でまあ続きまして、6階層です。6階層は3ターンで突破していくだけなんでひたすら削っていきます。ここもねトーマインデックス使ってあげてめちゃくちゃ便利。バルリン使いましょう。いきます。はい、ここしっかりと回復含んであげて殴っていきます。ちゃんと回復含まないと耐久怖いんでね、回復含んであげて6色組んであげて、まあ、こんな感じで削っていきましょう。ナイス。え、てか待って、ズルできる、やばい。え、2パンだこれ、やべえ、ちょっとやばい、最高なんだけど。こいつさ行動でさシールド貼ってくるんだけどさ、今回トーマインデックスで遅延入れてるわけじゃん。でトーマインデックスの遅延のおかげでこいつ盾してこないから、こいつ HP100 億しかないんで瞬殺っすね。やば、これめっちゃ便利じゃん。トーマインデックスあったらえぐいな、ズルじゃん。7階層です。昇竜祭は2ターンで超根性まで削ってから倒していきましょう。ラックス使います。アメリネア使います。ここは回復恩返し含みながら全力殴りしていきます。まあ、ラックスの回復エンハンスもあるので十分回復が追いつくでしょう。ナイス、100万回復いいね。さあこれでまずは一発削りで、まあ地道に削っていきます。え、待って、これさここでさトーマインデックス使ったらさ超根性無視できるくない？え、これやばくない？え、ちょっと待って。
待って、マジ、え、これさすがにやばくないですか。これ無視できるんで、多分だってこいつ行動変化とかないし、ええぐくね、え、さすがにえぐくない、これ。これでさ、超根性まで削ってあげて15コンボ、あ、超根性まだ削れよ絶対これ。はい、削ります。え、ほらやばで、これもし倒し損ねても超根性行動入るだけだから大丈夫やし、まあ、そもそも余裕で倒しきれるんで、こんな感じで殴ってあげて、ええぐ、マジでさ、このトーマインデックスの遅延軽減ループやばいな。軽減ループとしては当然ながら強いけどさ、遅延のおかげで超根性とか全部無視できちゃうの結構やばくない。さっきから踏んだりといい、えぐかったもんね。え、めっちゃ強いやん。これで倒していきましょう。さあ8階層です。8階層は当然ね、リーダーのトーマ打ちましょう。これでシールド赤いスキルあるので、オッケー、一撃で1000億破壊していきます。そしたらまずはアムディネア使ってあげて殴りで削っていきます。いや、このさ、遅延軽減ループ分かってはいいんだけど、やっぱ強いな。これまず多色専用キャラなのがもったいなすぎるぐらい強い。まあ、多色専用キャラだからこういうあれなのかもしれないけど、さすがにぶっ壊れなのかもしれないけど、さすがにねちょっと強すぎますね。本当に超根性とか敵のうざいギミックを遅延1ターンでスキップできるんで、やっぱ1ターンとはいえども価値がでかすぎるんだよね。本当にあるだけで価値が超でかいんで、それが思ってたより強いわ。で、これはトーマ使って殴っていきます。はい、ダブル急所発動してあげて殴っていきましょう。2から3パンで倒しきるだけなんで、さあここもしっかりともう一発殴っていきます。 OK、 そしたらアムリネア使ってあげて3パンで倒しましょう。OK、 しっかりとこの16コンボ組んであげて、トーマの変身後のね、ダブル吸収利用して突破していきます。はい、ということでボス回想です。ここからはまあ普通に軽減ループ打ち合わせるようにだけしていきましょう。ここからね、トーマインデックスは普通に軽減ループキャラに変わります。はい、でここはもうひたすら殴っていきましょう。これで殴りましょう。オッケー、回復含みまくりながら殴っていきます。はい、もうひたすら17コンボ組んであげて18コンボ。さあここで軽減ループ次使うんですけど、まずは一発これで削りで、アメリネアはここは温存してください。アメリネアは次使います。はい、ちょっとここだけ我慢してもらって、このまま殴っていきましょう。でこれで平積み組んで殴っていきましょう。オッケー、さあこれで全力平積みチャンネルしてあげて15コンボです。でまあダメージ無効貫通潜在とかの火力含みながら9758倍の火力でまたこれで半分まで削っていきます。そしたら半分時ですね。はい、半分時に関してはアムリネアとワルリン使いましょう。めっちゃ便利じゃない。アムリネアでルレ返してあげて、しかもワルリンでこんな感じで生成できます。なのでこの花火に関しても大してうざくないと。であとは平積みで殴っていくだけです。でこれでしっかりと10コンボ組んであげて11コンボです。さあこのまま9705、いや1万1000倍ですよ。1万1000倍の火力で3パンして倒していきましょう。リーダーの1000万で突破です。ラストボス回想です。ボス階層に関してです。ここはもうひたすら殴り続けるだけではいいので殴っていきましょう。まずいきます。はい、全力殴りしていきます。いきます。まああれですね、今僕が気にしているのは軽減ループを打ち合わせないかどうかだけですね。平常時に打ち合わせられることってあんまないんですけどね、こうパズルミスったりとかして焦った時にミスりがちなんでね、ちょっとそこ注意していきたいですね。はい、これでしっかりと18コンボ組んであげて、まあ、まず削っていきます。そしたら2ターン目ですね。
2ターン目リーダートーマ使いましょう。アムリネアからのトーマ使いましょう。で殴っていきます。いきましょう。オッケー、これで回復音ゲシュ含みながら全力殴りしてあげてまた削っていきます。15コンボです。15コンボさあちょっとね落ち込みきてませんが、アメリアの火力でまた削っていきます。ナイス火力。オッケー、そしたらラックス使ってあげて殴っていきましょう。半分時は究極トーマかアムリネアが使えるようにしといてあげてください。じゃあいきます。よいしょ。オッケー、これでしっかりと殴っていきましょう。まあ半分に少しでも楽したいんで回復エルジュ含みながら17コンボジャッジ19、これでしっかりと半分まで削り切っていきましょう。ナイス。そしたら半分時ですね。はい、アシスト向こうからの指減少回復減少してくるんですが、まあ究極トーマかアムリネア使ってあげて、で回復音ゲシ2セット組みながら殴っていきます。 L 字含みながら回復音ゲシ2セット組んでいきましょう。まあまあ光 L でいいか。いきます。光エール含みながら回復音ゲシにセット組んであげて13コンボ組んでいきます。さあこれで OK、 ちゃんと HP 回復してあげてギリッギリ受けれるはず。うわぶどどどどおぼぼ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 ぼ、一回死んだ命危な。でこのまままた殴っていきます。はい、これで回復音ゲシ含みながらまた削っていきます。ここからはとにかくね、あれを打ち忘れないようにだけ、もう絶対にトーマインデックスを使い忘れないようにだけして殴っていきます。はい、そしたらここもアムリネア使いましょう。でまあまあどうせダメージ無効あるんで一発耐久で OK。 回復音ゲシ含みながら殴っていきます。はい、これでいくぜ。まだか、来た。はい、これでしっかり6色は含みながらまた削っていきます。14コンボ15。さあこれでもう一発ダメージ無効貫通潜在で削り、そしたらもうこのままぶん殴っていきましょう。ワルリン使って突破狙っていきます。まあどうせこれで倒しきれるし、倒しきれなかったとしてもどうにかなるのでいきます。もし倒せなかったらフレンドのトーマ使ってあげれば2パンできますが、できればこのまま倒しきりたいのでワルリンも使って殴っていきます。はい、いいっすね。回復エルジュも組んであげて完璧じゃない。これ100点でしょ。100点のパズル。これで回復エルジュ含みながらの盤面全力組んであげて、まあ、プラス落ち込むお願いしますということで6776倍からの9700倍、約1万倍の力でしっかりと突破していきましょう。ということで今回ですね、トーマを使って新戦場破壊する動画でした。まあ多色でもね、結局新戦場はやっぱね、普通にクリアできますね。で、まあやっぱこのトーマの軽減ループ遅延スキルはマジ、強すぎです、これ。意味わからん。超根性スキップとか、まああとはなんていうの、敵のうざいね、それこそちょっと都合よかったのがね、グンダリ妙のね、90% 盾とかをね、遅延発動することでゼロにできるっていう、あれ、えぐいんで、もうこの軽減ループ遅延スキルはやっぱ破格です。ぜひ組める人は使ってみてください。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。